決勝戦は、先攻が、あ、違うんだわ、間違えた、決勝のビート決まってます。ケン君と俺で昨日の夜相談して決勝のビート決めさせていただきました。で、先攻になった方が、8小節4本か16小節2本を選択できます。では決勝のビート、ケンちゃんお願いします。では先攻後攻決めるじゃんけんをお願いします。じゃんけんほい、後攻で、では場所入れ替わってもらって、みんな分けよ、みんな笑えよ。16、2本か8、4か8、4で8、4で、あれ、テリーお前からバッキーさん、すごいこれ2番やん、えいお前らチェキ。それでは決勝戦いきましょう。先攻忍者対コールのイルバッカー8小節の4本勝負、レディーファイ。おい、久しぶりやな、殺しに来たぜ。いつまでガクガク、それでワクワクな客にまずは爆発させます。このラピエ、このラプトステルス忍者す、間違いがない、お笑い傷ひっぺたく、俺様たちが半端ない忍者、リアルとフェイク見極めたラブ。おい、はじめましてやな、久しぶり、俺ラインドピールディー、今日決勝でさっさと言い合い吹き、インタビューでいいや、いいルキー、俺たち二人が集まったなら、やばめのラブカムするで、油断せよ、お前たちが住んでるスリンジャー、ファミカミに打ち抜くスリンガー。これトラップじゃないのに、なんか動きひどくなってきて、最後にエイ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 、何してるかわからねえ、エイ次のステージエイエイ、ぶっ飛ばしテイク。はじめましてだから関係ない、だから俺はあんたともバチバチでやりたい、みんなのホームで笑わせたいわけじゃない、俺はみんなとヘッドラップ打ち上げてレッド。トラップの A ちゃうで、空手の A やで、覚えといてな。俺らチャレンジャーマジでなめんな、決勝のレベルをマジで下げんな。半端じゃねえんだ、お前たちに一言言っときますけど、笑わせたくない、でもこれゲームルールなし、わかったか仲良し、 A スクールのパクリ。そのまり立てた、俺ステージに立てた、マイク握って歌ってた、こいつらと比べんな、格が違えんだ。 A スクールついてる、今日はついてる、見据えてパパコーデインと強化ついてる、それか俺もここでオンリー上げていった調子、トラップじゃなくたってドンフィー。いや、これ延長なしで終わるワンクール、こいつ絶対こんな顔面してるけど絶対卓球部。忍者やったらこうがる、ラップ始めたらこうがる。なんかあれやな、コンドーム中途半端につけたチンコみたいな頭してますね。こいつ絶対絶対中2まで8時半後半に絶対決まってたからな。おいおいおい、クレイジー君までふざけたらそっちのチーム完全に終わるじゃんか。大丈夫かってな、ちょっと勝ちそうになったらすぐ勝ちに逃げるやつ、典型的なやつ。そういうことだ、俺は卓球じゃねえ、バスケットボール、あんたにスラムダンク、1000倍とはかなり伸びたぜ、角刈り忍者の赤に乗りたて。絶対ペンチやん、絶対ペンチやん。なんか知らんけど黒コロバスケ、俺は優しい懐がすげえ。よ、マイクフォン持ってラップするのが力運動、よ、お前が出てくるのはそれリーマ運動、よ、お前に言うとこ俺らの方が視界良好、お前らに渡せねえ関西の二大巨頭。終了、それでは出したいと思います。成功忍者高山と申しょう、ここイルバカーの人、スワッツ優勝はイルバッカーです。みんなの下にもクラックお願いします。やばいよ、ではまずは賞金を渡したいと思います。